はい、どうも、赤星です。どうも、もう返せません、赤崎です。振り仕切る、雨の中瀬尾です。はい、よろしくお願いします。まず、はい、今回は、うん、ラーメン森太郎という場所に行ってまいりました。はい、早速ステータスから見ていきましょう。こちらです。 JR 他神田駅からもう数十秒で着きます。近い。定休日がなく、11時から24時まで、ずーっと営業してるという、神田のお父さんたちには、優しい森太郎でございます。うん、今回頼んだのは、チャーシュー麺ダボー。麺、固めで、全部マシマシにしておりまして、すごいチャーシューの量ですよね。はい、レディーガガのドレスみたいですね。つらくさだってね。野菜、ニンニク、油はなんと全て途中で追加オーダーができるという。ああ、そうなんだ。言えば足してくれるというお店なんですが、まずは豚からいきましょうね。こちら通常でね、2枚、豚入りにすると4枚、ダブルで8枚入っております。で、このまあ赤身とね、脂身のハーフ&ハーフの腕肉なんですよ。ああ、そうなんだ。大体はバラ肉ですけどね、で、続けて、まあ、野菜も食べていきますが、こちらも近年まれに見るシャキッと野菜だぜ。ボジョレ・ヌーボーみたいですね。近年って、何年かある中でのね、4枚目の豚とよくはもう4枚目。早いよ。始まって2、3分でもう4枚食ってますんでね。そして一番上に乗ってる油もね、こちらも油だけの味ではなく、はい、返しの効いたしょっぱ油となっているんで、こだわりが見えてきますね。さらに麺を引き上げていきますが、天高くして、ま、ちょっとね、冷ましつつ、熱々なんで、こちらだと、ツルツルのね、中太自家製の卵麺なんですね。卵麺ね。卵麺なんですよ。なので、結構卵の風味もね、かなり口の中にふわーっと広がってくる美味しいお店なんです。どうぞどうぞ、ビジュアル系風味。ちょっと、顔を、のぞかせちゃうから。どういうこと？どこぞの。すいませんね、ちょっとね。カメラも押さえつつ撮ってるんですよ。っていうのをちょっと今回見せたかった。グッと。ね。なのか、チッ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 チなのか。特に意味はございませんが、どっちなんでしょうか。美味しいですよ、基本的には。何時代の動画見てるんですか。いやいや、2018年ですね、平成最後の動画で5枚目からちょっとだけ辛くなってきましたが、はい、そういう時はこのニンニクをね、やはり追加していきまして、ね、またカポッと、そしてバシャッと、1回は何回いくかな、2回、3回いくのか、いった、トリプルニンニクショーだ。トリプルニンニクシャワー。ヒーヒー言う辛さでうますぎますね。ヒーヒー言ってんの。ヒーヒー言いますよ、ほんとに。突如現れた壺。いや、突如、ね。突如現れた壺。ずっとあったでしょ、目の前。あ、玉ねぎ。これがね、卓上玉ねぎということで、玉ねぎも入れ放題なんで。なるほど。ね、さらにここに卓上のタレを追加すれば、いいね。魅惑の玉ねぎ醤油。あ、美味しそう、自分で、また改めて見ると。自分で言っちゃうけどね。で、この玉ねぎなんだけど、意外とね、甘いんですよ。だからニンニクと合わせて辛すぎると思ったら入れてもいいかなというね。ちょっとチーンと落としましたパンが焼きました。セルフなので残さずいただきましょう。はい、7枚目の豚は玉ねぎと合わせていくとね、やっぱり美味しいよね、豚と玉ねぎっていうのはね。いや、うまいでしょ、それはね。あ、お、いやいやいや、あるだろ。コップコップちょっわかるよ。これはね、すごい。なかなかこのお茶をね、用意してるところってあんまりないから、ジャスミン茶のようなちょっと渋い味わいがしました。何茶か分かんないんだ。何茶か、ちょっとウーロンではなかったような気もしましたけど、ね、パウダータイプの詰め替え胡椒、ちょっとやや出にくいんで、めっちゃ入れる。ハードに出していきますが、パウダーのね、詰め替え胡椒とあんまり出会ってないですよね、意外と。出会ってない。記憶がないです。記憶ないですか、ないですか。森太郎行けば出会えるんで、優しい白でしたよ、これが本当に。あ、胡椒が優しい白なんだ、これが。もう8枚目の豚はもう白胡椒で優しく包んで、ペロリと、おっとっと、いただいちゃいましたか。やっぱね、美味しいとね、いただいちゃうんですよね。ちょっと見ていきましょう。あ、いろいろもう90超えということで。あ、すごい。マシマシレベルは 91.25。 おお、これ高い。クイーンにこう、ゴール合わせずっとクイーンに行こう。というわけでね、神田の森太郎でございましたけど、実は行ってくださいというね、実はリクエストがあったんですよ。行ってください、行ってみてくださいというリクエストがあったから。そうそうそう、早い、ちょうど神田を通るルートだったんで行っちゃいました。あったね。何かだよ。ちょうど詳しくは言えないけど、神田を通るルート、用事があったんで、用事があったんで、ね、行ってきましたよ。というわけでね、森太郎大変美味しかったです。いや、どこ行くのかな、こっちでした。えい、